あ、イベントが来てしまった。話を聞いてくれるようになるのかな。ですね、前回、何やったっけな、イベントを見ようっていう話になってましたけども、で、その前に、まあ、ちょっと冒険しとこうと思って冒険してたら、家に帰ってきたらイベントが始まってしまいましたんで見ましょう。心リンクゲームズベイクンです。このままお楽しみください。そうだ、コルテス兄様に相談してみよう。みんなと仲良くなりたいわけやな、町の人と。というわけなんだけど、私どうしたらいいのか。シャリー、この町の気風はだな、俺がいた頃から変わってなければ、誰もが自由自治の精神を大事にしてるんだ。はいはい。自由自治の精神？つまりなんだ自分のことは自分でやれというか、そのなんだ。なんじゃコルテス、奥歯に物の挟まったような喋り方しよって近いな、手を食うがおじいちゃんいや、そのだな。ジョー様、初めてこのような大都市に来て大層驚かれてるご様子。村全体が家族のようだったのに比べ、いわば他人の集まりですからな。他人の集まり？他人同士が共に暮らしていく。それには村とはまた異なる人のつながりが必要とされましての、それがいわばこの町では自由自治と相互扶助の精神と呼ばれるものなのです。最初から人の助けは期待しない。じゃが必要な時はお互いに助け合う。平たく言うとそういうことじゃな。わかりやすいな、おじいちゃん。それなら村だって同じじゃないシャリー、村では誰もが相手のしてほしいことを察して動いていたろ。でもそれが助け合いでしょシャリー不思議がってる。つまりだな、ここでは誰がどうしてほしいか覚えていられるほど人が少なくない。こう言えばわかるか。人が多すぎて人の気持ちがわからないってことかな。でもそれって褒められたことじゃない気が。そやな。けどそれがここの普通なんだ。だから助けてもらうのを待っても無駄。代わりに友好の印を見せる必要がある。まあジョー様、待っていても変わらないのだから、思い切ってジョー様の方から彼らの中に飛び込んでみなされ、飛び込も飛び込も。手押し。ジョー様が心を開いて受け入れてもらおうとすれば、町の人たちだってきっと答えてくれましょう。ありがとう。まだよく分かってないところもあるけど、私頑張ってみるね。なるほどね。ポン、なになに、自由なんとかかんとか出そうたな今。そうそう、今旅から帰ってきたところやったな俺なんや今の、どこどこ、これか。レレレンレンレン、違うな。殲滅、バスケス、これか。自由自治と相互扶助の精神。どうしたら、ね、10人に話しかける。なんかそれさっきもやった気がするけどな。たまにはゆっくり休んでも良いのですぞって言って、なんか勝手に達成したけど。どういうことどういうこと、10人分なんてよは。あ、累計かな、もしかして。かもしれないですね。とりあえずじゃあ達成したんで、OK としましょうか。じゃあ、これどう見てもね、大好きなキャラクターやから、ちょ、この子の耳に行きましょう。このイベント、はい。ここは本当に大きな町なんだな。こんなところで道に迷ったらもう船に戻れないシャリーちゃんがすげえかわいそう。ねえねえ、そこのお嬢さん、さあ来ましたよ。おお、なんかさらにエロくなって帰ってきたか。ですか。そうそう、急に呼び止めて悪かったわね。これは前作エスカちゃんの、アトリエにもいました。それは平気ですけど、何のご用でしょう。あんた錬金術師でしょ。うんうん。あ、
はい、まだ駆け出しですけど。まあまあそう固くならないで、ちょっと聞きたいことがあるだけなんだから。何何？聞きたいことですか？でも私まだここに来たばかりで。あのね、ここら辺で精霊とかって見かけなかった？それもできるだけ強力なやつ。毎回そんなこと言ってんな、この子は。ごめんなさい、私お役に立てそうにありません。相当自信なくしてる。本当にここに来たばかりで。でもあの、どうして私に？かわいそう。だって錬金術師なら精霊の居場所を知っててもおかしくないもの。うんうん。あの、私が錬金術師だってどうしてわかったんですか？舐め回す。それは簡単よ、あなた不思議な格好をしてるから。不思議な格好イコールかよ。あの、そうか、知らないなら仕方ないわね。ありがとう。それじゃね。あの人の方が不思議な格好をしてるように見えたんだけど。真っ黒、シェリーのセリフたまり真っ黒やな。そういうキャラクターか。シャリーか、間違えた。なんでシェリー言うてもだ。他にもじゃあイベントが、あれ？アトリエでまたイベントあるか。アトリエのイベント先見ようか。オッケー。なんかイベントめっちゃ続くやん。そうは言っても町の人に信頼してもらうにはどうすればいいんだろう。うんうん、さっきの相互扶助の、イベントの続きですな。他の人ならわかるのかな。そうだ、ユリエさんはどうかな。ステラードの人だし。ユリエちゃんに相談ね。この曲ユリエちゃんの曲なんか。じゃあ自分から人の中に飛び込んでいくってどういうことかって。そっから。はい、考えたら私自分から誰かと仲良くなったことってなくって。なんか自慢げやな。シャリー真っ黒か、うん、ほんまに。みんな家族みたいなものなんでしょ。え、どうしてそれを。コルテスが苦手だっていつも出会ってたから。コルテス。中学2年生みたいなセリフ吐いてたんか。知らなかった。でも人なんてそんなもの。両親ちょっとうざがってるみたいな感じか。コルテス兄様が村のことをそんな風に思っていたなんて。ショックでかいな。私本当に何も知らないんですね。そうやって何でも自分のせいにするのやめた方がいい。うんうん。こういう場所ではそれにつけ込むやつもいるし、うん、続けてると本当にかわいそうな人間になる、うん、尋常じゃないぐらいかわいそうやで今のところ。お互いに得になる関係なら仲良くする理由ができる。だからそこから始める、うんうん、そうして何度か付き合っていくうちに相手のことが分かってくる。それで信頼関係も生まれる。そんなものだと思ってあまり深く考えない方がいい。ありがとうございます。そうします。やっぱりよくわからないな。つまりとにかく人の役に立って親しくなって、そうしたら話を聞いてもらえるってことだよね、うんうん、そんな感じやな。なんだかすごく難しそうだけど。受け身やなこの子。頑張ってみよう。オッケー、シャリーちゃんがどんどん真っ黒な感じの。早いな足。あ、そう、なんか足早なる言うてたな。でもグッドになればなるほど。めっちゃ足早いやん俺。これは楽やぞ。移動が楽。移動が楽でございますよ。あれ、もう一個ぐらいイベントあったよな。あ、これか、これ。ハンターの、あ、なるほどね。今の場所で、ユリエさんのイベントが行われるわけか。どうしよう。ルッキーに見んのもなんかもったいない気もせんことないよな。どうする？一応じゃあ本部これは見ようか。うん、シャリちゃんのイベント見ようか。あれ、お前のイベントなん？どれのイベントや。よう分からん。お前か、ソウルか。そういえばこの町にはもう一人シャリーと呼ばれている女の子がいるんですが、ご存知ですか？うん、教えて。え、いいえ、前にすれ違った人のことかな、うんうん、
本名はシャルロッテと言いましてね。元気だけが取り柄のような明るい子です。元気だけが取り柄。彼女も錬金術師だそうですので、どこかで会うこともあるかもしれませんね。うんうん。シャリーさん、どんな人なんだろう。会ってみたいな。オッケー。そんだけかい、ほんで。依頼を結構ね、達成できてるはずなんで、そうそう、これこれこれ、報告しよう。おー。ええやん。フルーツハムスター。これ引き受けたやんか。ガードの討伐か、ええやん。新たな害虫。一緒やんけ。ふざけんなよ、お前な。これええやん。これあげようあげよう。すぐ渡す。個数順にして多いのあげようか。おー。オッケー。砂大量。はいはい。砂はもうめっちゃ持ってるから、なんぼでもあげるで。焼き物2個あらあかんか。あ、引き受けてんのか、この辺全部。オッケーです。お仕事頑張ろう、達成。郷土史を読み解こう。依頼をこなそう。はいはい。なんか進んだ感じか？進んでる進んでる。依頼で500コール入手。なるほどなるほど。で、スイング、バスケス地方で強敵遭遇か。参考書を入手する。はい、どうやって入手するのこれ。買うんかな。じゃあカトラちゃんに買いたいから目抜き通り行こうか。カトラちゃん、さあこのカトラちゃんマジもっとアップにしたいな、なんとしてでも。シャリーさん、はいはい、何売ってくれんの。あれ昭和のたしなみか。でもじゃあやめといて、リンカちゃんがなんか売ってたけど、あれかな。ペリアン紹介。ちゃう？いらっしゃいます。お、補充補充。姫やどう？あ、これか。300円。よし、これ買おうか。これで、ありがとう。オッケー。レザーニオモもじゃあ買っといて、こんなもんでいいかな。ちょっとあれは買ったかすぎるな。では、アトリエに戻って、で、本読む。交流戦コールか。シェルバニブレッド。なんとかなんとかナッツ。ハチミツ。ステラードなんとか。レザーなんとか。うん。いっぱい読みましたよ。いっぱい読んだことによって勉強できたわけですわ。じゃあもう、ハンターたまり場行きましょうか。うん。じゃあこれ見ましょう。今回イベント会ということで、いかがですかね。ユリエさんの曲です。右に寄ったで、今ユリエさん。ここ人が多い。人が怖くて仕方がない。シャリーは今、ここは仕事や情報を求めてハンターの連中が集まる場所だからな。シャリーにはまだ早かったからな。コルテスなんかちょっと嫌言うてたな、村のこと。そうやってすぐ子供扱いするんだから。一人になりたかったんか、コルテスは。そりゃ悪かったな。でも一人で来るのはちょっとためらうだろ。うんうん、大人の人ばっかり。悲しいけど、この中じゃ私ただの子供に過ぎないのかも。コルテス兄様、あそこユリエさんだよね。うむ。ああ、本当だ。あいつも歴としたトレジャーハンターだからな。立って本読む。用があるんだ。立って本読むか、ほんま。椅子あるやん、後ろに。誰とも話さないのかな。一人が好きか。そうだな、見た感じユリエが話そうとしてないというよりは、うんうん、周りが敬遠してるようにも感じるな。うん、一匹狼気取ってんねやな、あの子も。もしかして嫌われてるの。シャリーちゃんたまに怖いな。ユリエは根はいいやつなんだが愛想がないから。その上腕利きのハンターと来たらちょっと近寄りがたいんだな。うん、なかなかフォローしてるやん、コルテス。ユリエさん、いい人なのに。うん。こんだけ。ユリエのイベントちゃうやん、もう全然今の。なあ、ユリエちゃん。噂話してただけやったで、今。情報交換することも仕事のうちなのよって教えてくれた。優しいな、確かに。水源行こう。イベントはどういう風にあれやろ増えていくんやろな。何回も言ったけど日数がねあれなんですよ、関係ないから。
ぱいろんなのに、タスクか、ライフタスクを達成することによって進んでいくんですかね。よし、じゃあとりあえずこんなもんかな、今回は。では次回、この辺をまた進めていきますよ。では、次回もお楽しみください。では、またありがとうございました。ボスはこういうオーラをまとってる。え、900もあんの？待て、フラムなくなったな。まずいな、まずいな。バースト中やから、かました方がいいよな、こいつが。